茨城県道214号沼田下妻線、つくば市中、菅間茨城県道214号沼田下妻線は、茨城県つくば市から、下妻市に至る道路である。1959年10月14日、新たな県道として、つくば郡つくば町大技、沼田を起点とし、 下妻市を終点とする区間を本路線とする県道沼田下妻線として茨城県が県道路線認定した。1995年に整理番号214となり現在に至る。道路法の規定に基づき、つくば市国松同市中須賀間間は緊急輸送道路として機能を維持するため、 災害発生時の被害拡大防止を目的に、道路用地内に電柱を建てることが制限されている。福音、曲線半径、勾配その他道路の状況により最大積載4トンの、普通貨物自動車が通行できない区間。現在の茨城県道14号畜生筑波線、現在の国道125号 AB、道路の区域変更、茨城県法、第7635号。 P4、AB 道路の区域決定茨城県法、号外10月14日よりハット A。BCD、茨城県道路現況調書平成31年3月31日。現在、P12 茨城県法、第1087号対象12年4月16日。茨城県国示第194号より、県道路線認定茨城県法、号外10月14日より。 道路の区域変更。茨城県法、第7361号、ピアニッシモ。56、道路の共用開始。茨城県法、第7434号、P7、県道の路線名及び、整理番号の変更。茨城県法、第637号、ピアニッシモ。82、道路の区域の変更。茨城県法、第2806号。 P6 道路の専用を制限する区域の指定茨城県法第2980号ピアニッシモ1828ありがとうございます